こんにちは。今回はアンチについてのことなんですけども、これはね、ビジネスのセールスとかによく用いる方法なんですが、共通の敵っていうんですよね。視聴者さんとかセールスをするときに多くの人の心を一つにしようと思ったら、私たちには共通の敵がいますよっていうふうに、自らねアンチの先頭を買って出ることが重要だったりするんですよ。例えば私たちは今すごく苦しい暮らしを強いられてます。経済的に困窮していて、そして治安も悪くなってくる。これからこの日本はどうなるんでしょうかというテーマで、その問題解決をするには国を変えなければならない、政治を変えなければならない、今の政治体制を覆さなければならないって感じで、各野党っていうのはまとまっていったり、政治団体っていうのは活動するわけなんですけども、これを私たちがビジネスに応用しようと思ったら、いやもうね、国に任せてもダメだから自力でやっていこうよっていうふうに、今度ね意識をスイッチさせるんですよ。でそのための方法を私は持っていますと。なぜなら私は皆さんと同じように苦しいところからここまで這い上がってきたからですという形で、このアンチっていうのはね、何かに対して不満を持っているもの、そして何に不満を向けていいのかわからないところに、これが皆さんの不満なんでしょっていうふうに集める、そういった効力を持つんですよね。ですのでアンチといっても、それに駆逐されるのか、そのアンチを自分たちが利用して、まさにねアンチの結束力って前回花井でもさん言われてましたけども、これ結束力あるんですよ。なぜなら人っていうのはもっと豊かになりたいという欲望よりも、今の苦しみから逃れたいっていう欲望の方が強いんですよ。ビジネスっていうのはなんで必要かというと、困った人をそうじゃない状態に持っていくことにあるわけなんですよね。で人の欲求っていうのは、さらに快楽を得たい、もしくは今の苦痛から逃れたい、この2つに対別されるんですよね。そして、不満を言ってますよね。そしてね、最も強いのがこの2つのうち、苦痛から逃れたいっていう欲求なんですよね。ですんで多くの人の苦痛を喚起して、こういった苦痛に対しては私はどのように導いていけるんですよっていうことを伝えてあげると、例えばね、あと3万円5万円の収入が上がればいいなっていう人に在宅の副業を紹介してあげることによって、そのストレスから解放してあげるっていう、そういった道を示すんですよね。この場合は共通の敵っていうのは、所得が低いこととか、今の収入ではなかなか余裕な時間とか将来的不安が消えないっていう敵ですね。で私たちは持続化給付金とかね、その他特別定額給付金など、権力に対して敵を設定することがあります。で権力には立ち向かっていけないんだけども、でも自分たちのできることをやっていこうよっていうふうな導き方ですかね。まとめて言いますとね、アンチを引き受けてしまうのか、それともアンチという力の結束力を使ってですね、自分がアンチのリーダーになって新しい派閥流れを作っていくのかってことに分かれるんではないかなと思います。ちなみにですね、もう私がねアンチコメントを書くとしたら何かっていうと、これね、こうやるんだよ。これは花やるもさんと一緒で、反応しないってことですね。反応しないのが最もダメージなんですよ。ですんで、要するに水かけ論になったり口論になったりするのは、アンチコメント好きな人が持っていきたい場所なんですよね。だからそこに行かないことによって、戦場に行かないことによって、不戦勝でいいんでね、どうぞどうぞ自由にやってくださいって形です。これね、言葉がなんか通じないんで、何言ってるのか分かんないですけどね、大和くんはね。うんこしちゃったんだな。ちょっと片付け